邸成なつは、大韓民国、チェジュ特別自治道チェジュ市出身のプロサッカー選手。J リーグ川崎フロンターレ所属。元韓国代表。ポジションはゴールキーパー。軽機道上南で生まれる。小学5年生の時にサッカーを始め、中学2年生でゴールキーパーに転校する。高校は、チェジュ島にある、ソギポ高校に進学。 2003年にケリーグ、ホコスティーラースに入団。最初の3年間はチームに、韓国代表の金、兵士がいたため公式戦出場はなかったが、金兵士が移籍した2006年からは、出場機会を得て、新カズとポジションを争うようになった。ホコが、リーグ優勝した2007年シーズン、テ成ナリタは代表での活動や負傷もあり、出場数は多くなかったが、 プレイオフでは5試合すべてにフル出場した。2008年に城南市は天馬に移籍。平気でチームを離れた金流大の後釜として加入し、政治系として安定したプレーを続けた。移籍3年目の2010年には AFC チャンピオンズリーグに優勝した。2011年に水原サムスンブルーウィングスへ完全移籍。ここでも 政治系の座を守り5年間プレーし、ACL にも3度出場した。2016年より、J リーグ川崎フロンターレに完全移籍。同クラブにとっては、初の韓国代表選手となる。加入1年目からレギュラーとして出場した。2017年、守護神として、ポジションを確立すると、シーズンを通して安定したパフォーマンスを発揮し、 クラブ初のリーグ優勝に貢献。2018年も、レギュラーとして出場し2年連続のリーグ優勝に、貢献。自身も、J リーグベストイレブンに初選出された。2019年4月14日のサガントス戦で、リーグ通算100試合出場を達成した。夏頃から、パフォーマンスの低下により、荒井翔太にポジションを奪われ控えに回った。その後、 第33節の横浜 F マリノス戦で、久々のスタメン出場を果たすも、チームは1から4で敗れた。2020年は、新井の遺跡に伴い、ポジションを再確保すると、ハイパフォーマンスを披露。来日後発となる、リーグ戦前試合フル出場を果たし、自身2度目となる、J リーグベスト11に選出された。2006年に初招集されたものの、当時は、 政治系のリウンザイだけでなく、金流大、金長光といった実績のあるメンバーがいたため、ベンチにすら入れない機会が続いた。しかし2007年末にリがトラブルを起こし、2年間の代表出場停止処分となったため、2008年1月30日のチリ戦で代表デビューを飾る。その後も2010年 FIFA フフワールドカップのアジア地区予選7試合に、 出場し3失点に抑えた。同年の北京オリンピック代表にも選ばれ、全3試合に出場したが、一勝1敗1分けの3位で、決勝トーナメント進出はならなかった。李の復帰後はベンチに入る機会が多かったことから、本大会でもベンチに入ることが確実視された。しかし、李の不調や低声流が瞬発力と空中戦に強さがあることから、本大会では、 政治意見に抜擢され、全4試合に出場。決勝トーナメント進出を果たした。李は、大会後に代表を引退し、その後は、手へ成り立つが、政治意見として定着している。2012年のロンドンオリンピックにも、オーバーエイジワークとして選ばれ、グループリーグでは、全試合に出場。1失点に抑え一勝に分けの2位で、決勝トーナメントに進出。 準々決勝では、地元、イギリス相手に1の1の場面で勝ち越しを許すピンチの場面で、アーロン・ラムジーの PK をセーブ。その後自身は後半途中に負傷し、リハン・ヒサシと交代。その後 PK 戦にもつれ込んだが、リガ5人目のダニエル・スタリッチのシュートを横っ飛びで、セーブし、韓国は初の準決勝に進出した。準決勝のブラジル戦では負傷の関係もあって、 ベンチだったものの3位決定戦での日本戦では再びスタメンに復帰無失点に抑えアジア勢では1968年メキシコシティオリンピックでの日本と並ぶ韓国史上初となる銅メダルを獲得したこの活躍によりオリンピック韓国代表の監督を務め 2014FIFA ワールドカップ出場決定後に最高期の公認として 代表監督に就任した、高明穂の信頼をつかみ、2013年頃から、リーグ戦での不調や、安定感を欠く場面が見られたが、2014FIFA フフワールドカップ本大会でも、政治意見の座を勝ち取った。しかし、初戦のロシア戦では1点リードを守りきれず、勝ち点3を逃すと、第2戦のアルジェリア戦では、自身の判断ミスもあり、4失点で敗戦。 最終戦のベルギー戦では、K リーグで最高の防御率0点台を記録した、金賞系に、スタメンの座を譲った。韓国はベルギーにも敗れ、1分け2敗の勝ち点1の最下位に終わり、2大会ぶりの一時リーグ敗退、未勝利での敗退は 1998FIFA ワールドカップ以来16年ぶりの出来事であった。W 杯終了後は、代表から遠ざかっていたが、 2016年9月に行われるロシア W 杯最終予選中国代表シリア代表戦のメンバーに選出された中国との試合に先発出場を果たしたがシリアとの試合では控えとなりその試合以降は代表に選出されていないありがとうございます